1953年製の無可機関車ダベンポートロコモティブワークスはアメリカ合衆国アヨワ州のダベンポートにあった機関車メーカーである。この会社は1900年に創設され、1902年から1956年まで機関車を製造した。1950年に HK ポーターから機関車事業を譲り受け、ポーターのデザインした機関車の製造を行った。 1955年にはカナダのベセラー社を買収して重機械大型構造物の製造に転換した。初期は大型蒸気機関車を製造していたが、1924年にガソリン機関車を1927年に30トンの電気式ディーゼル機関車をインディアナ州分ビルの農ン入りの遺跡炭会社向けに製造した。この会社の製品は、 部品の規格化が進んでおり、どの製品をとっても類似性が高かった。あらゆるサイズの産業用ディーゼル機関車の製造を後半に行い、機械式動力伝達装置式や電気式を小型機関車に採用した。ほとんどは産業用に使用されたが、当時の連合規則で許された最大のものである一人で運転できる44トン級機関車がよく購入された。 鉄道事業者のユーザーとしては、ロックアイランド鉄道、ミルウォーキー鉄道、アッチソントピカサンタフェ鉄道、セントルイスサンフランシスコ鉄道、ミズーリーパシフィック鉄道などが含まれていた。1963年にその規則は緩和され、鉄道事業者も経入で変えようとして、産業用サイズの機関車を購入できるようになった。ダベンポートはアメリカ陸軍に対して、 第一次世界大戦時の残酷鉄道用や、第二次世界大戦時のユザトック S100 クラス、そして1950年代には18両のより、大型の入れ回帰を供給。デンバーリオグランでウェスタン鉄道の後期に、運用された2つの機関と競技に対応する機関車を製造している。日本へは、1915年から1921年の間に十数両が輸入されたに過ぎない。 第一次世界大戦の影響で、ドイツ製品が入手できなくなったその感激を狙った形であったが、短期間で収束してしまった。国有鉄道と関わりがあったのは、上越線の建設工事に使用された軽便タイプのガソリン機関車だけである。しかし、どれも個性の強いものが多く、品野鉄道などに導入された二軸ボギー式の受大車を持つ方にタイプ蒸気機関車は、 新世紀としては、ラベンポートのもののみである。法にについては短命に終わったものの、小港鉄道3から、日本交換鶴見製鉄所11になったものや、高和賀鉄道から、岩木セメント、小倉工場にわたってにとなったものなどは、1960年代後半まで、長命を保った。ありがとうございます。